35歳からのビミシム、ビミシムレッスン TV オンライン特別企画、一問一答オートキャドマスターへの道。ビミシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心にパソコンの便利な使い方ですね、トラブル等を動画でお届けしています。ビミシムを使いこなすことに的を絞ると称しお話をしています。11月12月はオートキャドに関してですね、特にお話をしてございます。文字の編集方法が知りたいというところがあります。で、この文字の編集方法なんですが、ここだけだとものすごくざっくりしすぎてるんですけれど、大きく分けて2つあるかと思うんですね。1つは文字の内容を編集したい、もう1つは文字の書体を変えたいとか、文字の高さ、文字高ですね、どちらを変えたい、3つですね、あるかと思うんです。ふわっとしてるのであれなんですが、でよく言われるのは文字の内容と書体というよりも文字の高さを一括で変えたいという話が出てきます。じゃあどうするのかというところなんですが、例えば文字の高さというところにするとするとどうするのか。オブジェクトプロパティ管理を使います。オブジェクトプロパティ管理ですね、クリックしていただいて、図面の全体で文字、これ文字がないからあれなんですけど、文字があれば文字ですね、選択していただくと文字だけがピックしますので、そちらで選択していただくという方法。文字高に関して言うと、一個一個クリックしていただいて高さを変更します。で、内容に関してもダブルクリックする、または一個クリックした後に文字の内容ですね、そちらを変えていただくという方法で変更をしていただけます。このような時にですね、ソフトのご質問っていうのが多くなると思います。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加ください。ビミシムレッスン TV オンラインの問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビミシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。